毎日ハッピーだって歌うへこむ寝る叫ぶ止まる今日も平日まで。この番組は東雲研究所の制作でお送りします。はい、始まりました日常のラジオ東雲研究所編。博士役の神野ひろみです。そして愛用優子役の本田真理子です。そして拾われてきた猫坂本さん役の白石みのるです。キュンキュン。以上この3人で番組を進行していきたいと思います。挨拶忘れちゃったから、せーの、さあだねキュンキュン。よろしくお願いします。お願いします。キュンキュン。これ僕もやんなきゃいけないですね、やっぱね。え、なんでやめちゃったんですか。なんでもないです、ごめんなさい。先週の流れから続きまして、はい、萌え萌えでお送りしたいと思います。萌え萌えで。なるほど、わかりました。お願いいたします。お願いします。あ、ゆっこだにゃん。萌え萌え坂本だにゃん。にゃん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 。まあまあ僕はにゃんはそのままなんですけどね。坂本にゃんにゃんは可愛いにゃんね。ありがとう。にゃんにゃんにゃん。すっごい恥ずかしいから、もう次のコーナーに行ってもいいかな。いいにゃん、いいにゃん。めんどくさい。めんどくさい。白石さんがかわいい。萌えで、萌えです。そうなんです、はい、萌えでってお願いしちゃったんです。だから萌えはだから今野さん。そうなんです。そしたらみんなで萌えって、みんなで萌えた方がいいじゃん、はい、なるほどね。僕には僕だって男の子です。え、だって男が萌えがないって誰が決めたんですか。そうだよ。そうでしたね。そうですね。そう、本田先生はあの男の萌えを信じてますもんね。はい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 。かわいい男子好きですもんね。はい。なんかね。さんとかね、すごい好きですよね。そうです。見るからピー入れましょう。まあ、はい、それでは、早速ですね、メールの方読んでいきたいと思います。はい、こちらラジオネーム 0.1 度さんからいただきました。皆さんこんにちは。私はアニメを見てからこのラジオを聞き始めたのですが、初めて聞いた時はアニメと同じで家族みたいなラジオだなと思いました。ありがとう。にゃんにゃん。今もその思いは変わりませんが、構成が夫婦かっこ白石さんと今野さんと娘かっこ古谷さんから父親白石さんと娘二人に変わってしまいました。白石さん頑張ってください。おかしいにゃん。おかしくないにゃん。おかしいにゃん。私お父さんだにゃん。え、それはきっと自由奔放なお父さんだにゃん。頑固、頑固親父。頑固親父。全然頑固じゃない。頑固じゃない。こらーみたいな。何、それは自分の思い通りにやらないですみたいな。こんなさ、遊びに行ってんだから早くお金貸せみたいな、そういうあれですよ、あなたのは。でも白石にゃんにゃんはお母さんだにゃん。完全にね。完全にね。あの、このさんのお父さんはどちらかというと、そうですね、ごめん、子供買ってきちゃったみたいな。そんな感じ、そんな感じで。いや、ごめん、ちょっとこれすごい良かったから、つい買っちゃってさ、みたいな。これ使えるよね、そうそう、みたいな感じですね。全然使えないもんと買ってきたりとか。そんな応募じゃない。え、応募じゃないし、うん、割とちゃんとしたお父さん。いやいやいや、まあ基本的にいい人なんだけど家族を顧みないみたいなパターンですよ。完全に家族を愛してるけど、そう、家族がトークしづらい内容でとか絶対持ってきませんから。そう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 。自分が喋りたいか喋りたくないかだけですから、基本的には。あーあーって言ってますね。ほら、もう親方の話がいくとなんだろう。ないないない。あるでしょ、あなた。どうなのよ。ないないない。いっぱいあるでしょ。ない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 。ほら、私最近ゴルフも始めて、ちょっとさ、お父さんっぽくない？ゴルフは確かにお父さん。じゃあ、石川遼はお父さんなのか。言ってごらんなさいよ。お父さんになるよ。今度さん、今後はお父さん目指してくるんですか。頑固親父を目指して頑張りたいと思います。あ、ね、あ、まあまあ、その流れでいくと、まあ完全に、古谷さんも娘ポジションでね。うん、そうなんですよ。入っておりまして、まあ、本田さんももう完全に。娘ポジションですよ、完全に。そうですかね。ほら、マリーチャーチャー。何、チャーって。マリギタリストのあれ、あの人ですか。チャーって。あ、なんか、わーって言おうとしたら、チャーって言ってもいいじゃん。なるほど。はい、そうそう。お父さんは怖いな、頑固で。お父さん、いやいやいや、完全にあれですよ。あの、お父さんも子供と一緒に遊ぶパターンのお父さんですよ。この、ここにいるお父さんはね、完全に子供と一緒にはしゃいで、気づいたらね、子供よりもはしゃいでるあのパターンですよ。はい、こう率先して、そうですね、ふわーってなって。なんか気づいたらおもちゃ取られてそうですね。そう、で、子供におもちゃ取られて、はい、もうこの遊びやめやめみたいなことを自分から言い出すみたいなね。はい、もう終わり終わりみたいな。そう、お母さんがまとめて。次、私やりやすいのやるみたいな。そういうお父さんですよ、完全に。そうです、ね。あ、ちょっとわかるね。ほら。あ、わかるらしいです。ね。
やっぱりな。はいはい。まあ、そんなわけでございますが、ちょうど、今日が、まあ、回数的に言うと、第32回。32回。9月30日に配信してるはずなんですけども、今、現在で言うとちょうどアニメの日常ですね。こちらの最終話が多分、放送中かな？放送中？中です。放送多分放送中のはずです。中ですか？はい。先週の時がもう最終話直前だったので、今、現在多分、まあ配信してるとこもありますが、これから放送するとこもあると。はい、わー終わっちゃうよまあまあね、気がつけばもうアニメの方も2クール。まあもうこのアニメ、ラジオそのものもだから、回数で言うと3クールは行ってないけど、まあもなく3クールに迎える感じでございますよ。アニメがね、なんかあっという間だったね。でもね、なんか結構早いっすよね。なんかこう、13話、はい、来て、ナノが学校に行きますってなったくらいの時から、もうすごい早かった気がするの。そうね。怒涛の展開です。ね、まあまあ、そんなわけで、今回はね、ちょっと日常の、まあ今までのね、最終回はちょっとね、あまり喋ってしまうと見てない方もいらっしゃるので、あれですが、まあちょっと昔を振り返ってみたいなと思うんですが、いかがですか、河野さん。実際、日常で、まあ、日常って作品もそうですし、例えば博士という役をやってみてもそうですし、いかがでしたか？いや、博士はすごい楽しかったなって思う。とってもやっていて、こうなんかなんだろう、たくさんの、こうなんか見えない部分というかさ、なんかいろいろあって、その東雲家のお家の中だけっていうか、東雲研究所の中だけの、なんか、最初始まりじゃない、坂本が来て、博士とナノで3人でとかってなってってて、で、まあどうやって生活してるんだろうとか、まあみんなが気になるところとかいっぱいあったじゃないですか。で、なんかそういうこととかを、割と最初はなんか、どういう子なのかななんて思ったりとかしてたんだけど、そのなんか、東雲研究所の中の家族感みたいなのとか、あとそのナノが学校に行き始めてから新しく友達ができたりとか、その、博士もゆっことか、みおちゃんとか、まいちゃんとかと仲良くなっていく、こう、いろんな人を知っていくみたいな感じなところとか、なんか、こう、小さな子供が、本当にいろんな、なんだろうな、お家の中に行ったところが、いろんな、友達ができて、の進んなんかその普通に成長していく感じというか、なんかそういう気持ちに途中からなってきて、博士はなんで博士なんだろうとか最初は思ったけど、まあ、だんだんこうなんかそういうことはとそんなにいらないんじゃないかなって思えてきたっていうか、これがとってもなんかね、新鮮というかなんて言うんだろうな、なんか新しい感じ、新しい感じだった、その役の深いところとかじゃなくて、で、その、いろんな人に出会うことによって、新たになんかこう、気持ちの中に生まれてくる何かみたいなのが、最初はナノと二人だったところに坂本が来て、坂本という遊び相手ができて、またちょっと変わって、みたいな。そういうなんか、ところが、とってもなんか楽しかったなと思っている。なるほど、思っている。私は思っている。何その最後だけちょっとF1 ドライバーなんかナレーションみたいな感じで、なんとかなんとかだったね、みたいな。なんとかだよ、みたいな、そういう。そうそう、今日の結果どうだよ、最後に、最高の気分さ、みたいな、そういうね。でもなんかすごく、そういうところが面白かったし、物語の中で、普通になんかこう、楽しめた感じがする。本田もどうですか？本当に、なんていうか、ゆっこって、すごい友達作るのがうまいなって思って、なんだろう、その、結構、時たま、いいこと言うじゃないですか。作品中でも。こいついいこと言うみたいな時あるじゃないですか。あるじゃないですか。そういうセリフ、いいとこ取りな感じで取ってくじゃないですか。なんですけど、なんかそれを本人が全く無自覚でやってるのが、かっこいいと思って、かっこよすぎて、こいつって感じなんですけど。なんか、ああいう子って、なんだろう。憧れるなって自分もやりながら、だからあんまりこう意識的に言う感じじゃなくて、なんかきっといつも思ってることをふわっと口に出してるだけなんだなって思って、そういうところになんかゆっこ
ゆっこって浅いようで深いなって思ったり。なるほどね。ゆっこのアドリブが楽しかったです。なるほどね。うん、三名のやつですね。なんか、博士だったらっていうか、割となんかもう、割と博士も、こう仲良くなってるっていうか、はいはい、もうこの人好きって思ったらもうすごく好きなんだと思う子なんだなと思ってて、なのでなんか、もう、ゆっこが好きって、ゆっことこう波長が合うってなった瞬間のなんか、こう会話と思ってて、何もバン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 言ったら全部拾ってくれるから、そうそれがすごい楽しい。レッスンの夕方の夕だなんかシーンが結構長くて、でなんかずっとサメのサメトークしてました。やってやってって言ったら全部やってくれる。そうね。サメサメみたいな。最初にね、なんて振りなんだろうと思いながら。でもあの振りはすげえなと思いながら。かなって思います。思ってる。なんか、そう、無理やり言って言われて、困ってるけどやってくれるゆっこっていうのが多分ゆっこなんだろうなって思って、うん、なんか全然ね、打ち合わせもせずに、いきなり始まるって。なるほどね。はい。だからなんかすごい、楽しかった。楽しかったね。寂しかったです。寂しい。寂しかった。なるほどね。僕はまあ今回その坂本っていう役をやる中で、はい、まあ、自分の中ではあんまりこういう役ってなかったので、なんだろう、基本的に坂本さんって、このメンバーの中では一番まともな類というか。っていうかなんかそう思ってるけど、割といろんなちょっと、はい、あ、ちょこちょこ出てくるところが、猫の野生な、うん、なんか野生のところとか、ね、猫らしいところっていうのがちょいちょい出てくる。そうそうそう。あれは、はい、そう、頭のところはなんかそういう、なんかそのコミカルなタッチのところも、うん、上がらえない猫、猫気質みたいな、うん。結構あったんだけど、ただ後半っていうか全体を通していくと、坂本さんってすごく、はい、まあ、アニメのこの、日常っていうアニメそのものが、まあ、なんて言うんだろうね、こう、いろんなシーンを、重ね重ね、つけていった、一本の流れの中ではないアニメーションというか、そういう話が多かったわけじゃないですか。ショートショートが混じったような。その中でも、なんでしょうね、坂本さんって結構、まあ、リアクションだったり、博士の大体こう、いたずらに騙されたりとか、困ってたり、後半いたずらすごい多かったよね。うん、すごかったね。大体しかもこう、自分の全く意識してないところから、なんか不遇な目に遭うみたいなことも多かったんだけど、だからなるだけ、他の子たちがこうハイテンションでボーンと、上がったりする中で、なるだけね、普通な、猫だけの普通みたいな、喋、はい、りの、特徴だったりが、なるだけこう、あんまり変な癖のない、普通な人というか、はい、本当にね、ある意味でお父さんじゃないけど、お父さんだと思ってる。保護者ぶっ、保護者だと思ってるから、坂本さんは。できてないんだけど、全然。だけど、こう、本人的にはそういう、なんか、落ち着いた感じを出したくて、だからね、僕は、今回の日常では、ほとんどアドリブを入れられない、入れられないっていうか、あんまり入れるところがなかったから、みんながこう、自由気ままに、こう、アドリブとかを、はい、まあ、要するに、その、しののべ家で言えば、今野さんだ、なりが、アドリブをガンガンかましてたりとか、今野さんのアドリブはすごかったですね。とか、逆にね、時定めで言えば、まあ、本ダムもそうだし、相沢とかも、ガンガンアドリブをかましていくのがね、すごくね、なんか、いいなと思いながら、でもこう、それが立つためには、こう、こっちが普通でないと、みたいなね。そういうところでは考えてやらせていただいたんだけど。でも私すごい羨ましかったのが、うん、言葉のお姉さんのコーナーで、白石くん、坂本の、うんうん、お話っていうか、が何話か続いた時あったじゃん。もうあれ超羨ましくって、言葉のお姉さんもさ、言葉のお姉さんも最高に素敵じゃないですか。みなぐしさん。そう、みなぐしさんのトークの後ろでこう、違う、みなぐしさんのトークをバックに坂本がこう動くっていうのが何回か。はい、ありましたね。まあ一回ね、リアクション見たんだけど、カットされたんですよね。あったんですけどね。邪魔だってね。そう、まあ、そうそうそう。まあ今回はこの、いろんなことをやらせていただいて、まあ、動物もたくさんやりいいのね。はい。どう、ね、どれくらいでも残った、うん、残ったっていうか、なんか割と、やったけど。残ったらいっぱいありますよ。ただ、加工がされすぎて、全く俺だってわかんないっていう。そう、このラジオ聞いた方はご存知ないかもしれないですけど、その日常の中で動物が何回か出てくるシーンがあって、うん、それの動物を大体僕がやらせていただいたんです。そうだね。白石さん動物担当だったので。やってないのは、
マイちゃんじゃない。マイちゃんの犬ですね。ゆっこのところの、の猫ちゃん。猫ちゃんと、エラコンノさんですね。坂本、スカーフなしバージョン。そう、それが一番ね。あとは、マイちゃんちの犬も、ワンコもそうですね。もうね、本当に坂本、水原にキャスト決まった時があれが一番ね、怖いでしたけど。なんか、あ、そう、誰かいます？こう、なんか、すごく日常の中でお気に入りのキャラクターとか。お気に入りのキャラクター。お気に入り。私も割と最初の頃から言ってるんだけど、ヘルベーチカに出てくる、あの、キャラクターはすごく好きで、もうあの、最初の方とかですごい推してたのは、死の、あの、死神、あれ死神、死神、青死神隊長が、あそこがもうすごい好きで、あれはもうすごい超推してたんですけど、最初の頃ね。で、もうそれはもちろん大好きなんだけど、うん、その後またヘルベチカで、あの、スズメとタヌキが出てきた、タヌキネイリのタヌキと、それ俺がやった。ね、スズメの涙、あの、そうそうそう。そう、セイシ君と、はい、あの、カオルちゃんがやってたのも、それもすごい好きだし、うん、その後にしばらくしてから、あの、銃を探すっていうか、あの、本を探す。ああ、はいはい、あの、桑谷なっちゃんがやった。青春の、なんとかって。そうそうそう。あれも、すごく好きだし、うん、だからなんか結構ね、あの、もともとのその日常の、あの、レギュラーキャストというか、はいはいはい、本もちろん大好きだけど、うん、あの、ヘルベチカのお話に出てくるキャラクターも割と個性豊かなキャラが多くって、うんうんうん、好きだね。割と覚えてるものとかとっても。日常って脇役が結構ピカピカしてますよね。まあ実際多いってのもあるし、ね。だって私、マサオとかも大好きだから、ね。あー、好きー、マサオ好きマサオの続編とか出してほしいですね。マサオね、いたね。なんか薄いもんとかで誰か出してくれないですか、ね、大変だ大変だ大遅刻だってそうです。あの、マサオね。あの、死の水原さん。トラボです。うわーおみたいな。トラをね。最後音楽が良かったですよね。そうそうそう。そういうジャージーな、ね、結構ヘルベチカとか、うん、あとラブテキ、あ、途中からね、まあ、ありましたね、ラブテキ。はいはいはい。こういうのもすごく大好きだった。ラブテキみんなで毎回キュンキュンしてたもんね。ラブテキ出たかったですもんね。ねみんなで言ってましたもん。ラブテキ出たいって。こう出たいのをこう、だいたい水原がやるみたいなのを。そうなんです。それをこう横で川原くんがクソーってこう悔しがるっていう構図が常に面白かったね。そうなんです。本田さんどうですか？実あの他のキャラクターでなんか私はすごい一人二人いるとした多分一回しか出てきてないんですけど、うん、いいよあのゆっこがコンビニに行って、うん、この熱々ホットなって気に入った店員さん あれ男の子だと思ってたんですけど勘弁してくださいよ、うん、勘弁してくださいよブーって言ったら、うん、女の子らしくてあそうだったねそうそうそうだってなんか始まる前に、はい、マリちゃんがすごく好みだって、そうそうそう好きなタイプなんです、とかってすごい燃えてたのに、はい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 、女の子ですって言われて、これすごいね。そうね。そうなんです、うん。キャストも男性だろうと思ってたら、うん、違いましたみたいなね。水原さんが、ありましたね、男の子ですよねって水原さんに言ってみたんですけど、うん、やっぱり女性みたい。ありましたね。あったね。ショッキング。シャシ君はなんか。僕、ほんとね、たくさんいるんですけど、うん、まあ、なんでしょうね。自分が見た中でやっぱ一番大笑いしたの点で言えば、やっぱりあの、王国編の、王国編はもうね、隊長です。はい。坂さんが、かりそめの。かりそめ隊長。隊長の、逆にそうそう、ここ、そんな、このかりそめ野郎っていうのがすごい好きで、で、その後落ちる時の掛け声も、すごい、俺も好きで、はぁーって落ちてくる。大体ね、うわーとかじゃなくて、うわー、はぁーって落ちてくるのが。もうね、あの時も俺大爆笑したんですよ。まあ、でもこういう話していくと、うん、どんどん好きなキャラクターとか思い出深いキャラクターいっぱい出てくるし、はい、それだけたくさんのキャラクターが、そう、本当に出ていたなって思うし。まあね、こちらの方、本当に我々もすごく、まあたくさんあのキャラクター出てきたんで、本当に思い出たくさんあるんですけども。だってもうガヤのね、こう通行人の一人一人、もうみんななんかこう、いろいろ細かいね、名前をしてたりとかしてて、本当になんかこう、よく聞くと、あれみたいな、そんなこと言ってたみたいなこととか ね、ありましたね、割とあったりとか、日常らしい感じで、はい、いろいろやってきたので、はい、またね、こう、最終回来てしまいましたけれども、エンディングにもみんな出てますから、うん、なんかそこでまた、
誰か発見してほしい。そうだね。だから本当にまた1話からと見直していただいて、はい、まあね、DVD もね、今の現在発売しておりますので、うん、こちらの方チェックしていただいて、ね、はい。で、かつですね、うん、まだ最終回ご覧になってない方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、まあ、ぜひですね、最終回、まだ、見た方は、また改めて見直していただいて、かつ、はい、見てない人は。またね、なんかこう、私たちの話聞いて、そうなのって思って見ていただけると、またね、一層、はい、日常を楽しんでいただけるのではないかと。まだご覧ね。すごい思って。はい、まだご覧になってない方はぜひぜひ。ね、だってまだ、まだ話したいこといっぱいあるよね、なんかね。まあ、時間の関係上ね、それ、これ以上は無理なんで、はい、はい、ぜひぜひ皆さん、まだまだ日常ですね、DVD も発売します。放送もまだやっているところもあると思いますので、これからもチェックのほどよろしくお願いします。お願いします。さあ、思い出したかのようにね。はい、では、ここで一曲聴いていただきたいと思います。こちらは10月5日発売の日常の合唱曲より、佐々木さやかで、マイバラード。いただいたのは10月5日発売日常の合唱曲より佐々木さやかでマイバラードでした。もうなんかエンディングのさ、この合唱曲に変わってからもさ、なんかこう、なんだろう、雰囲気もまたちょっと違ってね。そうですね。まあでもこの合唱曲ね、知ってる知らないも我々の中でありながら、そうだね、今その話もしてましたけどね、いっぱいありますけれども、なんか毎週楽しかったよね、このそう、最後お笑いで終わってもエンディングがこれ入るといい話なんだとか、そう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 とか、はい、まあまあこちらの方もぜひ聞いてみていただきたいなと思います。はいはい、それでは続いてはこちらのコーナーでございます。本のタイトルのコーナー、本のタイトルだけ送ってきてもらって、キュンキュン、そのタイトルだけでウフフ、パーソナリティの私たちがどういう話か決めつけるコーナーですにゃ。本でも危ない危ないそれはそれはギリギリです。もうじゃ、この先生、それは危険です。でも私も自分でやりながら、うん、なんかこう動きをつけながらやらないと途中で心が折れそうになる。なんかさっきまでよく考えたら萌えやっちゃってたんで、はい、あれ萌えはそうだと思って面白い。なんか気恥ずかしくって、なんかこう ねこれ口元緩む感じが。いやでもね、やっぱね、二人ともね、同じやっぱ思うんですよ。二人とも大体同じアプローチで攻めると、どっちがどっちか分かんなくなる感じが未だにやっぱするんで。今もですか？もちろんので、基本的にコノさんがやった場合は、ホンダムは、違う方向性の萌えを目指します。わかりました。はい、探してみます。そこは年功序列っていうか、先にやったもん勝ちっていうところで、はい。先輩を立てる方向で。はい。番組内に注意受けてる私たち。そうそうそう。毎週だけど、毎週だけどね。毎週ね、だいぶ似ちゃうんですよね。なんででしょうね。まあ、タッチが似てるってのもあると思う。双子です。双子です。あ、なるほど。ほら。天然ブラザーズ。あ、ブラザーズ。ブラザーズ。シスターズでしょ？シスターです。なんだ、お前たちが、なんだ、手術したのか。やめてー、子供小さか。やめてー。まあいいや。はい。はい、ね、それでは、はい、本の、紹介をしていきたいと思います。はい。おい。それでは本日も、近藤先生、そして世界の本田もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。はい。
それでは早速紹介していきたいと思います。はい。これは取手市でいいのかな。取手市で、取手市にお住まいの、はい、ラジオネーム違う。俺じゃないんだ。さんからいただきました。私も違います。私も違います。本のタイトル。はい。はい。桃太郎ザファイナル。おー。桃太郎ザファイナル。おー。ファイナルということはやっぱりこう今までその、最初のシリーズがある中で、はい、まあ、最後のお話なのかなという感じもするんですけれども、はいはい、桃太郎のシリーズを知っていますか？桃太郎のシリーズ、はい、すいません、勉強不足で、桃太郎は鬼ヶ島をに行って鬼を退治するか、はい、まあなんですかね、番組の最後でおっす俺桃太郎っていう風に言うやつしか知らないんですけれども、いやーすこれって男前だねーっていうのしか存じ上げないんですけれども、まあ、もしくはおしりふりふりもんがもんがしか知らないんですけども、どれであれば、さまざまな桃太郎、はい、はい、これはですね、皆さんが知っている、はい、桃太郎、はい、鬼ヶ島にいた桃太郎、はい、その桃太郎は、はい、第一章なわけです。第一章なんですね。そうなんです。でもなぜかそこしか知られてないんです。はい、そう、なぜならその後のお話は、はい、みんながこう必死で隠していたからなんですね。隠していたからなんですか。はい。なるほど。その後のお話は、なかなかね、はい、言える話じゃなかったんです。あ、それはその時代ではなかなか言える話ではなかったということなんですね。はい、そうですね。もう幻の。で隠して。はい、本棚もちょっと似てきてますから大丈夫ですか。あれ。また急に幻の、はい、急に先生がちょっといきなり方向転換したからちょっとお迷いになられたとは思うんですけども、はい、はい、最初の流れをもし守っていただけると非常に恐縮であるかなと思うんですけど、はい、そうですね、はい、幻の、はい、返して、はい、言ったわけですよ、はい、先生最初そんな年食ってましたっけ、最初のこのコーナー始まった時の今日のはもうちょっと燃えな感じだったと思うんですけど、燃、ね、え燃えきょあ、大丈夫、そこで行けば大丈夫です、はい、そのラインで行っていただけると、はい。はい。はい、そうなんです。すいません、いろいろ、なんか、ちょっと指示が多くてすいません。大丈夫です。はい。はい。そうなんです。なるほど。ということは、じゃあ今、ま、当時は聞けなかったと思うんですけど、今ね、改めてお聞きしたいんですけれども、はい、まあ、あの時の物語の中では、鬼ヶ島に行って、鬼を退治して、まあ、家に帰ってきて、で、おじさんおばさんと仲良く暮らしましたという終わりなんですけども、はい。その後があるんですよね。そうなんです。この後一体どういう、桃太郎に試練というか、どういう物語が、はい、桃太郎を待っているんでしょうか。はい。幻の。はい。この地域にはですね、よく、桃が、はい。どんぶらこ、と、流れてくるんです。あ、はいはいはい。まあ確かに桃太郎も最初、その、流れてきた桃から、出てきましたね。はいはい。で、おじいさんとおばあさんが、はい。拾って、で割って、はい、生まれて生まれましたね、鬼ヶ島に行った、はい、それが一緒です。そうですね、はい、鬼退治をして帰ってきた子が、はい、また桃を拾いました。あ、さらに桃を拾う、はい、なるほど、はい、でどんぶらこと流れてきた桃を拾って割ったら、はい、今度はですね、女の子が生まれてきた。あ、女の子、なるほど。でもまあ、はい、鬼を退治、ちょっとまた戻ってきました、大丈夫ですか。そうなんです、はい、鬼を退治しなくてはいけなかったので、はい、女の子だけれども、ええ、男の子として、ああ、まだその鬼は退治しきってなかったんですね、あの時は、はい、鬼が倒したと思っていたんですけれども、はい、新たな部族が、あ、なるほど、鬼の部族が、はい、あ、なるほど、ここ、いたっつって、あ、そんな軽いタッチできたんですか、はい、あ、ここ、いたっていう感じで、鬼ヶ島にまたやってきてしまったので、はい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 、あれ倒さないとまずいんじゃないのみたいなことになり、なるほど、はい、桃太郎はダメだったんですね。桃太郎はもう、もう行きたくないよ、大変だったし、あ、みたいな感じになっていて、ういう、はい、で、まあ、で、それを娘に、娘に押し付ける感じに、はい、次はお前の番だぞと、はい、なるほど、お前ならやれると、はい、ね、そういうことになったわけですよ、はい、で、そのまあ桃太郎レディースが、桃太郎レディース、なんですか、そう、デビルマンレディーみたいな感じですけども、まあ桃太郎レディーっていうことですか、はい、ファイナルですよね、これ、はい、桃太郎レディーが主役なんです。違うんです、これまだ途中なんです、途中なんです、2章の話なんです、あ、なんですか、
時間的にはもうそろそろなんで、もしよろしければ。あ、そうですか。はい、それでまあ、そんなわけで、レディーが行って、また帰ってきて、はい、また桃拾って、はい、でまあ、それが何回か続いた最後って話でした。何回くらい続く流れなんですか、このファイナル。そうですね。確かこれは、10回くらい、はい。あ、結構長い流れですね。はい、長い間。ガンダムエイジよりもさらに長いなんか世代交代が待ってる感じですね。はい。で、まあまあ、鬼ヶ島自体が、ちょっと古くなってきちゃったんで、はい、誰も移り住まなくなったんで、まあもう終わりだろうと。あ、そういう終わりなんですね。そうなんですよ。なるほど。わかりました。はい。ラジオネーム違う俺じゃないんださん、桃太郎ザファイナルは、何世代にもわたる、桃太郎のお話の、デビルマンレディでした。ということでございまして。はい、リスナーの皆さんからのお便りどしどしお寄せください。お便りはランツネットラジオのメールフォームから送ってくださいね。というわけで、どうも先生、本ダム、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さて、番組もそろそろ終わりとなりましたが、はい。はい。まあ、そんなわけでね、まあ、日常の最終回も迎えるところではありますが、このラジオ自体はまだまだ、続いてまいりますので、はい。にぎやかに。にぎやかに、はい、ね、楽しくやっていきたいと思います。はい、そしてですね、前回の、9月24日に行われましたイベントの方ですね、はい、皆さんお越しくださいまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。はい、本田さんがあんなことをするなんて、みんな驚いたと思いますが、いやー、素晴らしかったです。もう本田先生のあの動き、知らない。もう信じられなかった。本当にね、目にも止まらぬね。目にも止まらぬ早技で、投げる水系ストライクみたいな感じでしたけれども。まあまあ。何の振り？はい、本当にですね、皆さんに楽しんでいただけたなら幸いでございます。はい、それではまたこれからも、日常のラジオよろしくお願いいたします。ということで、また次回お会いいたしましょう。お相手は、博士役、今野ひらみと、忘れてたけど、キュンキュン。愛用優子役、本田まりこ、うふふ。坂本さん役、白石みのるでした。にゃんにゃん。ダメだ。この番組は、東雲研究所の制作でお送りしました。にゃん。終わります。まもなく始まります。東雲研究所の制作でお送りします。はい、始まりました日常のラジオ時さがめ高校編スラマッパディ。好きなクッキーはオレオ。長野原美代役の相沢舞です。あー、そっか。好きなクッキーはカントリーバーム。古谷静香です。あ、東雲の役の古谷静香です。はい、そして好きなクッキーはゲンジパイ。いつもクールな水上舞役の富樫美鈴です。クッキー、ゲンジパイってクッキー、まあ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 、すみません、ちっちゃかったです私。器の問題。カントリーマンって言わないの。カントリーマン、さっきカントリーなんか新キャラ出てきたじゃん。カントリーマン違う年を6前にね、シーポンがカントリーマームを食べててすっごいカントリーマーム似合うねっていうね話をしてて、ありがとうございます。どうなんでしょうね、カントリーマーム似合うの。なんかカントリーなね、カントリーな感じ、うんうんうん、田舎娘な感じ。まあまあまあ、そうなっちゃうのか。まあそうなっちゃいますね。そうなっちゃいますよ。抹茶味とか好きですよ、カントリーマンの。私ね、食べたことないのまだ。そうなんですか。そう、最近出たんですね。美味しかったです。お菓子好きだよね。お菓子大好きですね。まあブログにいつもお菓子のこと書いてるんですよ。あ、そうなの。ごめん、ブログ読んだことなくて。私、あんまり人の読まないんだよね。ああ、でも、まあ、時間あるとき、うん、私、日産ですけどね。トカイさんとモイ様のブログは日産ですね。日産って何？日々通っています。嘘？本当に？はい。なんかさ、ほら、ツイッターやってるとさ、こう、リンクとか貼ってくれるじゃん、ブログ。それにそっから読もうかなと思って、ああ、でもそれは確かにあるかもしれない。ね、川原さんとか、飛んだりね、するんだけど、
そっか。そんなに？やだ、恥ずかしい。見られてますよ。やだ、恥ずかしい。セキュラ様のあんなこと、こんなこと見ちゃって。私も見てますけどね。そうなんだ。あんなこと、こんなこと、あんなこと、こんなこと。大体わかるよね。もう、そりゃもう、あんなこと、そんなこと。ブログのタイトルってさ、何？え？シーポンのブログのタイトル。え、私のタイトルですか？静かの気まま日記ですね。じゃあ、メモ。恥ずかしいんですけど。テレトル。テレトル。ブログのタイトルってさ、恥ずかしいよね。恥ずかしい。え、トガシさん何なんですか？トガシ？はい。うん、知ってるじゃん。え、わかんないです。しらしらしい。ちょっとわかんないんですけど。トガシミスズのハニーカムです。かわいい。おしゃれじゃないですか。やめろ！え、なんでハニーカムなの？え、掘り下げてきた。なんか、結構、なんだこれ、結構、照れるんです。そうなんです。富樫さん照れるんですよ。ハニカム。ハニカム。ハニカムから、ハニカムって。そうなんだ。萌え様は何でしたっけ？萌え様は何でしたっけ？私恥ずかしいよ。知ってますけど何でしたっけ？何でしたっけね。私、君に届けだよ。すごいでしょ？届いちゃう。すごいでしょ、タイトル。最初びっくりします。ね、なんか漫画好きなんですかってよく聞かれちゃうんだけど、これはね、マクロスセブンっていうアニメの。あ、そっち側の。そうなの。曲のね、タイトルなの。ミレーヌさんが。ミレーヌさん。もう最近の若い子は分かんないかもしれない。私分かります。本当？分かります、分かります。そう、その曲のタイトルで、どうしてもね、漫画好きなんですかって。タイトルのね、最近そっちに。そう。しょうがないですよね。見ちゃうのかな。まあ、見てたけど。見てましたけど。見てはいたか。言うても。そこかで。言うてもね。いやー、なんかみんなもうって感じなんです。もうやった。見ない。じゃあ、そんな感じでね。はい。3人で番組を進行していきます。はい。よろしくお願いします。はい。まずは、ふつおたのコーナーです。はい。んじゃあ、ヤング。ね。あれ？ヤング読んじゃって。それだよ一番です。これです。これですね、ほんとに。ヤングになったんです。いきます。はい。エリセさんからいただきました。ありがとうございます。ラジオネームです。皆さん、スラマッパギー！スラマッパギー！いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。ありがとうございます。突然ですが、皆さんの出番がなかったトランプタワーの回。あれは、惜しかったですね。惜しかった。完成できなかったから、ゆっこが。あと、BGM がすごかったです。うん、すごかった。あの回を見て、いても立ってもいられなかったので、ゆっこの代わりに、トランプタワー5段を完成させました！おー！すごーい！完成させるのにおよそ1時間半かかりました。まあでも早く。そう、写真が送られてきてて、綺麗に。ね、すごい綺麗、こんな風に。すごい。作れるんですね。そうなんですよ。ちょっと聞いてください。うん、私も、トランプタワー作ったことあるんですけど、うん、実家の時に、うんうん、お姉ちゃんがソファに寝てて、私一人で組み立ててたんですね。うん、で、完成したんですよ。で、はぁーって思って、うん、お姉って、お姉見てって言って、お姉寝返りした時に、バサンあ、すごい、本当にあるんだね。そうなんですね。骨も寝てるんで、私も何の反応もできずに。すん。日常だな。結局お姉は起きなかったの。寝返りだったです。寝返り打っただけで、見てくれてもないし。ごめんもなんもなかったんです。そう、シーボンがね、トランプタワーよく作ったなって言ってて。そんなに。そう。なんか、暇あれば。作ろうって思ったことすらなくて、私。なかなか。ないですかね。ないですね。なんか一回作ってみようかなって友達と一緒になったことはあるけど、はい、でもやっぱりできなかった。だって最初どこから立てんの？最初はどこから立ててんの？逆 V をこう。A みたいな。A みたいな。端っこの？端から立ててくる。端っこを立てて、その山を2個こう作って、うん、その上に1枚。屋根みたいなのを作って、それで1個できるじゃないですか。うんうん、それをこう繰り返して。行く感じですね。すごいね。私、この、一番、この右下の方のこの、三角三つぐらいまでしかできなかった。はい、あー。小さいピラミッドで終わった。すごいな、でも作ってくれて。すごいですね。完成できてよかった。よかった。あの回はすごかったですね。ねえ。そうですね。
もあの出来上がってテレビで見た時に、うん、あのいろんな罠がこうあるじゃないですか。ナナのこう花風船とか。そう、ナナちゃんがねいたのが。そう、ナナちゃん原作にねいなかったんだけど、うんうんうん、いて、ホルト、そうファーって美人とかなるとこ、あの口から心臓が飛び出るところ。じゃーんっていう。面白かった。あれもう V もらった段階で入ってましたもんね。そうですね。私はね、お休みだったから V もらえなくって。そうだ。そうなの。だから、で、しかも収録の時も飛ばします。あーみたいな。そっかーと思って、結局オンエアで初めて見たんだけど。あー。そうそう、なんか、あの、映像には映ってるから、うん、もうすっかりいる気でいて。そうなんですよね。そうなんだよね。今日いないんだ、いないんだって。いたんですけどね。いたんだけどね。スタジオには、ね。スタジオには。いたんですよ。見学でいたんですけど、ね。いや、でもそんなこんなでもう最終回ですよ。ほんとですよ。あっという間でしたね。なんか続くって、やっぱり、まあ初めて、で、私自身も、ヤングもそうだと思うんだけど、はい、ヤング。てか、ヤングはもう全てが初めてだと思うんだけど。そう、だってこれで、で、日常でデビューして、はい。すごいよね。初めてで、ちょっとさっき、何言おうってちょっとメモってたんですけど、うん、ずっと悩んでたね。そうなんですよ。国語見つめながら。いやー、初めてで、どうしようかな。なんか、あの、学校生活だったじゃないですか。うんうんうん、あと最初は、あの、東雲研究所で、こう、うんうんうん、なんだろう、博士といて、坂本さんっていう猫が来て、って、うん。なんか本当になんだろう、キャラクターとその中の人が私の中ではすごい被っていて、うん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 、なんか高校行った時もあのみんな優しく接してくれるんですけど、うん、みんなあの富樫さんとか、うんうん、相澤さんとかこうみんなミオとか舞ちゃんとかに見えてきて、なんかなんだろう、私も実際に学校生活したわけじゃないですけど、うんうん、したような体験したような感じで今いて、なんだろう、すごい、最後の V チェックは、すごい寂しかったですね。ああ、終わっちゃうのかな、みたいな。寂しかったね。またなんかね、まだ見てない方もね、いらっしゃるかもしれないんで、内容はそんなに深くあれですけど、まあ最終回もね、本当に、なんか楽しくというか、そうですね。日常っぽくっていう、あったので、なおさらなんか結構、チェックしてて、ね、あ、終わっちゃうのか、みたいな。なんかまだ続くような感じがして。うん、ね、荒井先生のね、脚本でね、最終回ね。何書いたんだろうと思ったら、荒井圭一って書いてある。荒井先生の。来たって思いました、ね。と思って。ジーンときましたね。うん、いや、でもなんか本当に、うん、その、まあ、みおちゃんとかゆっことかも、うん、本当にぴったりっていう。そうですね。うん、なんか他のキャラクターたちも、うん、ぴったりすぎて。ね、ぴったりだったよね。うん。うん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 、もう、ペッちゃんが大好きすぎて。感謝。なんだなんだあれ。使っちゃうよと思って。ね、すごい楽しい現場だったっていう。うんうん、楽しかったね。なんかもうずっと言ってましたよね。うん、終わりたくないねっていう。そうですね、そう、ファンレターをね、最近いただいたファンレターに、うん、日常は、イニシャル D 以来の群馬のムーブメントです。ムーメントか忘れちゃったけど、全部書いてあった。私、すっごいイニシャル D 好きで、群馬といえば、イニシャル D な人だったのね。峠みたいな。あ、そうだよね、と思って。そう、群馬だ、群馬。群馬の人はそうやってね。あ、でも一通だけだけど、それ書いてた。そうやって思ってくれてるのかもしれないと思って、すっごい嬉しくって。そうですね。なんか、あの、お子さんとかにも見ていただいてたりとか、あの、家族とかで、すごいそれが嬉しいなって、ね。お便りもね、この間も小6の子からもらったりとか、ね、みんなで見てますとか、すごい嬉しかったですね。嬉しいですね。いろんな人に見ていただいて。いや、実際、話してる小学生見ましたからね。ああ、本当ですか、うん、あ、言ってたね。そうそう、うん。電車の中で話してた。ママと坂本を知っていると思う。ああ。うん、ありがたいですね。ありがたい。なんか大変、収録で大変だった回とかある？みんな。大変だった回。大変だった回。なんだろうな。なんだろうな。でも、まえちゃんは、まあ、基本喋らないじゃないですか。だから、でもなんかポンと、そう、難しいよね。とある回とか、なんか、急にたくさん喋る回とか出てくるんですよね。そういう時に、まあ、最初、この役をもらった時も、うん、なんか逆にどっちかっていうとゆっこサイドっていうか、うん、あの、台本とか見ても、うん、なんか舞ちゃんがそうやって言ってるセリフに対して、う
自分が突っ込んでしまう自分が結構、うん、だからもう完全にゆっこの気持ちで最初見てて、うん、でもなんかまあどんどんこっちからその舞ちゃんに歩み寄ろうかなって最初頑張ったんですけど、うん、でも、うん、まあいっかってマイペースでいっかと思ってやってたら、多分なんか向こうから近づいてきてくれた感が、うん、おあったんで、まあ仏像とかも好きですしね、うん、うん、今となってはそっか、仏像詳しくなった。さあ、だってもう見に行っちゃってますからね。あ、そっかそっかそっか、撮影とはいえ見に行っちゃってますからね、うん、そうですね、うん、いいね、もう生活の一部だね。でもなんかほんと本、うん、本屋さんとかに並んでるそういう資料とかあるじゃないですか、うん、目いっちゃいますもんね。あ、お、ちょっとみたいな、友達止めますけど、ね、どうしたどうしたの、なに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 、急にどうしたの、やめてって。いや、これ結構いい表情してる。ね、結構いい表情している。いいスマイルしてる。どこがどうなのみたいな。アルカイックスマイル。アルカイックスマイル。でもやっぱりたくさん喋る回が一番大変でしたね。あ、うん、何を思って口に出してるんだこの子はみたいな。ね、ほんとさ、意味わかんないよね。急に表情がさ、柔らかくなったりさ。でも、子供好きなんだろうなとか。ね、動物が好きだったり、多分不器用なんですね。うん、自分の、そのやり方しかわからないから。うん、あ、でもそんな感じする。ああ、そうか、不器用。不器用ってなんか、初めて気づいたけど。不器用かもね。だから、その、犬だって、その、遊んでもらったっていうのも、喜ぶかなって思って、うん、多分。あそこね、キュンとするよね。あそこね。遊んでもらったっていうのも。優しかった。そう、チョコあげたり。あの笑顔が、すごい好きでしたね。うん、でもなんか、ね、みおちゃんとかなのちゃんとかゆっことかがみんな分かってくれてるっていうのがあるんで、結構楽でした。うん、不安はなかったです。おお、そっか。なのちゃんなんかある？大変だったとか。そうですね、いろいろあったんですけど、なのは、焦ってるシーンが多かったんで、うん、あ、そうだね、あたふたしてる、うん、ってなってるのが多くて、口に合わせるのが結構難しかったかなって思いますね。京都アニメーションさんってすごいもう、本当に生きてるので、絵が。それにこう合わせる。でも、あれも、しっかりできてればちゃんと合うんですよね。そのまんま。それがすごいなって。ぴったり合うんやな、みたいな。いいよどみ多いからね、なおちゃんね。そうですね。って言って。そうそう。そこもね、細かくついてるからね。初めてだもんね。本当ですよ。大変だったろうなって、本当に思いますもん。ありがたいです。素晴らしいですよ、でも。本当に。もう、それを言うなら、ちゃんみよなんてもう、ちゃんみよとゆっこはもう怒涛の、台本見るたび、あ、変えちゃったよって好きだったんです、私。すごい好きだったんですよ。あ、変えちゃったよ。どこまでもマイペースで。でもなんかね、あの回は意外とね、スルって自然に出てきたの。うん、なんかね、なんか逆にね、水とかがすごい、自分の中で、あ、水難しかった。水、ありましたね。あのね、尺はないんだけど、あの回は。水の回大変だったな。いろんな言い方試しましたよね。うんうん。水。言いづらいしね。言いづらい。水。もう今ね、すごい集中しないと言えないかも。いや、でもほんと私も原作からみおちゃんが好きだから、もう毎回楽しませてもらいました。いや、楽しかったね。そうですね。楽しかったですね、本当に。しみりしようね。しみりしちゃいますね。しみりしようね。でもまあ、ね、ラジオも続きますね。そう、ラジオ続くからね。まだまだ日常は終わらないので。そうです。そうだよ、これからのね。これからラジオは、こう、リスナーの皆さんと、この面白メールで作っていく。そうですね。今ハードル上げました。すごいメールきますよ。みんなさんの、もう腕にかかってますから。かかってますよ。お願いしますね。お願いします。はい。というわけで。はい。はい。何だったかな何だったかな何だったかなリスナーさん、皆様の通り。どしどし、お寄せください。はい。お便りは、ランティスネットラジオのメールフォームから送ってくださいね。これ、普通歌だった。それではここで、一曲。ここで行く？ん？あれ？ここ違うっけな？ここ違うな！違う？ここ違いました？男塾だな、次。あー、そうだ！男塾か。じゃあ、ジャミお願いします。すいません。続きましては、男塾合格でしょうかのコーナーです。はい。このコーナーは。もうなん
そのでも話尽くした感がね。今日何だったっけみたいな。今日どんな構成だったっけみたいな。はい、このコーナーはよくわからない事象に対してパーソナリティの私たちがミュージックか否かを判定するコーナーです。はい。今回はですね。今回はこれどっちなんだろうね。美鈴学園とかしが、うん、結構来てましたので来てましたね。今回は特集ということで祭りだ。まずは、はい、ちょっとポンポンと読んでいきますね。ポンポンとお願いします。ラジオネーム長ネギと玉ねぎの違いがわからないさんからいただきました。ありがとうございます。これはわかるな。トワシさん、相沢さん、本田さん、スラマッパディ、スラマッパディ、黙った黙った、そうだよね、寂しいな。フレアさん、はい、スラマッパディ、スラマッパディ。はい、僕はゲリラ豪雨でシャンプーするのが癖なんですが、そんな僕は高橋塾合格でしょうか。何それ、100歩譲って本田塾でもか。あ、なるほど、100歩譲るんですね。100歩譲って、うん、どういうことですか。ゲリラが向こうで立ち上がってる人がいるよ。大体立ち上がりますね。大体立ち上がりますね。うん。楽しそうでよかったです。何言ってるの？何言ってるの？何ですかね。いいんだ。いいらしいです。いいらしい。はい。何でしたっけ？ゲリラ豪雨です。ゲリラ豪雨、はい、結構ありましたもんね。あったね、最近ね。雨ばっかだった。ほんと、シャンプーしたいぐらいだったよね。わかります。粉くそーって感じだったよね。もうこうなったらもう、みたいな。そうです、ね。シャンプーしてやろうか、みたいな。小学校の頃私、嵐が好きで。珍しい。台風とか好きで。で、ワクワクしちゃうんだ。ワクワクしちゃう。なんか傘とか、刺さないで、はい、濡れて帰って怒られるっていう。ふぅっつって。楽しい、楽しい、ハイになって、ハイになって。そうだったかも。メイクもしてないしね、小学生ってね。そういう気にすることがないですからね。確かに確かに。この間も、そのゲリラ豪雨があった時に、なんか友達の傘に入れてもらってて、もう半分びしょ濡れだったんですよ。でもまあ、濡れない部分があるのは、なんか嬉しいことじゃないですか。だから結構守ってはいたんですけど、目の前を、その小学生3人が、楽しそうに傘も差さずに、歩ってて、目の前の水たまりでジャンプをするっていうね。あー、素敵。泣けたけどちょっと迷惑。かかっちゃった。バシャーみたいな。まあしょうがないよね、つって。懐かしいっすね。でもそうか、シャンプーするのが癖っていうのが。そっか、持ち歩いてんのかな、シャンプー。そうだね。じゃあそんな彼は、はい、男塾じゃなくた富樫塾合格。おめでとうございます。結構正しい塾で来てんだよね、メールがね。あ、本当ですね。そう、美鈴学園じゃなくて。でも次のやつ美鈴学園なんですよ。あ、本当。はい、じゃあシャンプーしてください。はい、じゃあ次ラジオネームにーちゃんさんからいただきました。ありがとうございます、にーちゃん。まいさん、まりこさん、美鈴さん、スラマッパディ、スラマッパディ。まあまあまあ。静香さん。はい。スラマッパディ。いつも楽しく聞かせていただいております。はい。突然ですが、僕は高校1年生の時、最も太っていたんです。77.8kg ありました。おー。でもそんな自分が嫌で、毎日学校へ行く時、自転車を使わず歩いたり、朝、昼食食べずに、夜は小食にしたり、苦手だった筋トレをした結果、1年後の高校2年生、今では、56.3kg まで体重を減らすことに成功しました。すごーい。そうですね、1年後に、すごいな。すごいですよ。すごいね。痩せるのってほんと大変ですもんね。大変だよね。自分でもびっくりです。こんな辛抱強い僕は、美鈴学園に入学できるでしょうか？よろしくお願いします。とのことです。こりゃもう。こりゃもうってもう。かっこいいですよ。頑張ったからね。頑張った。まあ、怒涛の合格で、いずれなので。こんな彼は、美鈴学園、入学！おめでとうございます！じゃあ、もう一通来てるのでね。はい。読ませていただきます。ラジオネーム、イケメンたちのラジオ体操さんから。何それ？見たい。ありがとうございます。日常のまいちゃんが僕の昔の彼女に似ています。そんな子いるる？いるる？いるる？クリア語いただきます。日常を、うん、違うじゃん。美しい黒髪とメガネ。おとなしくて可憐な性格。全部似ています。日常を見るたびに思い出してしまいます。元カノを忘れられるよう、富樫塾に入塾させてください。まだ忘れてない。
忘れてない。そう。最新曲なんか入ったらずっと忘れられないよ。そうですよね。PS。あと、僕は、足高雲という大型の雲を飼育しているのですが、この雲はゴキブリを食べてくれますよ。ああ。一匹なら、あんな塾にあげてもいいですよ。どうしますか？おう。どうします？これ、ね、私、この、うん、このイケメンたちのラジオ体操さんは、まあ、富樫塾には入塾かなと思ってるんですけど、うんうんうん、この、足長雲も、これ、モイ様が、じゃあ。でも、食べられちゃいますよ。今、本田塾にいる。いる。そうだ、マスコットだ。食べ、そうだ、食べられちゃう。本田塾の、ま、下克上だ。え？入れといて大丈夫だと思います。食べてくれるんですよね。そうですね。あ、どうしましょう？食べられ、マスコットが食べられてしまうという。マスコットが食べられちゃうからね。うん、そこら辺でも、まあ、仲良くしていただいて。うん。まあ、それはまあ、塾長が、なんとか。そうですね。そうですね。うん、間を取り持ってくれれば。そうですね。じゃあ、こんな彼は、富樫塾、入塾で。入塾で。入塾で。足長雲は、足長雲は、もう、本田塾、まあ、そこで丸がね、出てるから。出てますね。はい。うん、じゃあ、入塾おめでとうございまーす喜んでます、喜んでます。どうなったの？どっちが勝つんだろうね。ちょっと気になりますね。ね。そうですね。うん、はい。リスナーの皆さんからのお便り、どしどしお寄せください。お便りは、ランチスネットラジオのメールフォームから送ってください。お待ちしております。あ、で、ここですね。マイペースに。10月9日。間違えました。10月5日発売。日常の合唱曲より、ナノ博士坂本さんで、気球に乗ってどこまでも。いただいたのは、10月5日発売のナノ博士坂本さんで気球に乗ってどこまでもでした。はい。うん。日常の合唱曲のね。合唱曲のね。シングルみたいな曲ね。すいません、飛ばしちゃいました。この手拍子はみんなでやったの？そうなんです。この手拍子を、うん、私と今野さんと白石さん3人でやったんですけど、何回か撮って、絶対誰かが間違うんですよ。そう、なんか、ホモさんが結構何回か、うん、あってなってて、あ、でも博士らしいみたいな感じで話してて、で、あ、うまくいってるってなった時に私が間違えたりして。あるある。あるある。そうなんです。でもそれで、うん、はい、オッケーですってなったんで、うん、らしいかなっていう感じで。ね、珍しいよね、うん、手拍子取るのね。珍しいですね。見ながら楽しく。いや、楽しそう。はい。楽しかったです。ぜひぜひね、聞いてみてください。そして、次のコーナーは、ありがとうのコーナーです。このコーナーは、どん底になった時にこそ、前を向こうのコーナーです。なのちゃんがログインしました。ログインしました、ね。ちょっと久しぶりです、ね。久しぶりです、ね。めちゃくちゃ久しぶりですね。ね、最近のシーポンはね、ちょっと親父がしてるからね。いや、もう出すとこないから、もうラジオでどんどんなのね。そうだよ、そうだよ。わ、ね、かってる。ねえ。さすが。おかえりでも。でもまあ、おかえりなの。ただいま。あ、もうダメだ。どっか行っちゃった。じゃあもう、はい、お願いします。というわけで、ラジオネーム、
梅よりおかか、おかかよりツナマヨ、結果的に鮭。さんから。うん。鮭。鮭。一番。いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。つい最近、体育の授業で、高跳びをやったのですが、はい、僕は運動音痴なので、放課後校庭に来るように言われてしまいました。放課後先生に、ここで高跳びやってみろ、いつまでも付き合ってやると言われて、逆に焦ってしまい、とっさに、ここは見せるしかないという衝動に駆られ、先生の前で、魚雷跳びを披露しました。やってしまったと思ったのですが、なんと先生は大爆笑。うん、どうやら先生も日常を見ていたようで、高跳びを忘れて、日常の話で盛り上がってしまいました。いやー。先生と仲良しにさせてくれた、走り高跳び、そして魚雷跳びを教えてくれた、ミオ&モイモイ。ありがとう。これさ、でも、話になった。魚雷跳びって、うん、あっちかな、あの、バーに、バーに突っ込んだ。突っ込む方かな。二人だもんね。ボーンって。最後のあれ。まさか、先生に。先生にね。あ、でも、先生見てくれたんだ。ね、嬉しい、それも。ねえ。いろんな人が見てくれてる。うん、すごい、嬉しい。できるんですね、魚雷跳び。できるんだ。ね、そうか、まっすぐになって、ヒューンラーって、今日は言うだけ。痛いよね。痛いと思います。確かにさ、バーに頭から突っ込むにしても、先生に頭から突っ込むにしてもさ、うん、痛いですね。痛いだよね。自己犠牲です。うん、そうですね。自己犠牲。自己犠牲。自己犠牲のもとに。久しぶりに聞いたよ。いやー、すごい嬉しい。なんかね、こういう、うん、こういうメールが来るとね、うん、あの、怪我しないように。日常のさ、結構ネタって合う。縄跳びもそうですもんね。縄跳びも怪我しないように。痛いんだよね。そうそうそう。体張ってるね、体張ってるからね。芸人ですからね。完全に。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあね。言っときますか？言っとく？ここのありがとう、最後の。じゃあ言っときましょう。はい。どうしようかな。じゃあそんな、魚雷跳び教えてくれた、日常に、ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。リスナーの皆さんからのお便り、どしどしお寄せください。お便りは、ランチネットラジオのメールフォームから送ってください。お待ちしております。さて、番組もそろそろ終わりとなりました。はい、ね。実はですね、今日ちょっと読めなかったお便りがいつありまして、これがね、あまりにも面白いんで、男塾にね、来てたんだけど、読みます。皆さん、スラマッパギー。スラマッパギー。今度の文化祭で僕は、ブロック君を演じることになりました。配役の理由は、すね毛が濃いからです。うん、うん、ってか、すね毛で高校生活最後の文化祭の配役が決まってしまった僕は、男塾合格でしょうか？いや、このメールだけ読むと、なんのこっちゃいって、そうね、感じなんですけど、このね、写真が、ね。写真が送られてきてて、ブロック君っていうのが、こう、段ボールに、こう、ダンボールから、どーもくんみたいな感じ。そう、似てるね。ダンボールから手足が生えてる。だいぶ違うんですけどね、今よ。ダンボールをかぶ、これすっごい面白いんですよ、この写真が。これ載せてもいいかな？載せてもよかったら、誰かしらのブログに、います。写真を、ブログとかツイッターとかにね、載せてもいいですよって、この、ラジオネーム、ニラとネギのハーフ、改名、ネラさん。はい。っていう、ネラさんね。そう、ネラさん。ネラさん前、白の目研究所の方に、お便りを送って、作れたことがあって。結構ちゃんと聞いてくれてるのかな。じゃあ、ネラさん、写真載せてもいいよってことでしたらね、話しかけてください、ツイッターとか。そしたらアップしますんで。アップします。すっごい面白いな、この写真。すっごい面白い、全然見てほしい。みんなに見てほしい。はい、というわけで、ね、こんな、ネタも。お待ちしております。じゃあまたね、次回も頑張ろうね。はい。なんか感想とかあったら。ある？うん。大丈夫です。大丈夫。グッジョブ。グッジョブ。ナイス。ナイス。では皆さんまた次回もお会いしましょう。お相手は長野原美代役、相沢舞と。はい、東雲奈々役、古谷静香と。皆さん、内役、富樫美鈴でした。スラマンマラム。この番組は東雲研究所の制作でお送りしました。終わります。